こんにちは、亀太郎です。こんにちは、サキです。FRP で作った池ですが、問題が発覚しました。その問題解決のため、池の水を抜きました。ソーラーポンプを使って池の水を抜いています。ホースが漏れているよ。漏れていても、そのうち水が抜けるから気にしません。水が抜けました。FRP の表面がツルツルなので、亀さんが滑って登れないことが分かりました。滑って池から出られないの？出られないことはなかったんだけど、出にくそうだった。FRP のトップコートには砂を混ぜて滑りにくいようにしたんだけどな。砂が少なかったんじゃない？分かんない。それで石を貼り付けることにしたんだ。一個ずつ貼り付けていったんだけど、なかなか大変。暇なんだね。暇なわけじゃないけど、亀さんたちのためです。出来上がりました。なんか、変じゃない？石が張ってあるところと、張ってないところがあるよ。坂になっていて、亀さんが登りにくいところだけ、石を張ったんだよ。あまり張りすぎると、汚れた時に、掃除がしにくいので、張らなかったんだ。あ、橋が割れているよ。試しに乗ってみたら割れちゃった。ああ、どうするの？修理するしかないね。修理のついでに少し改造。砂場のところを改造しました。石が並んでいるようにしてみました。石に見えないけど、そのうち石に見えるようになります。暖かくなってきて、カメさんたちが出てくるようになりました。こちらはずっと水中冬眠していたクサガメのパスカルくんです。こちらはキゴシイシガメのテンちゃん。そしてキゴシイシガメのアカシくん。見てください。また橋が割れてしまいました。せっかく修理したんだけど、乾く前に手で体重をかけてしまい割れちゃった。タマちゃんが牛ハツを食べています。牛ハツなんて贅沢ね。冬眠明けだから栄養がある方が良いかと思って。なかなか飲み込めないみたいね。誘発がちょっと大きかったかな。あ、飲み込んだよ。もう一つあげるね。無視されたね。じゃあ、これは？あ、食べたね。まだ寒いから動きが遅いね。川魚たちが来たよ。大きくて飲み込めねえよ。川魚たちが帰っていく。こっちではアカシくんが食べています。この2匹はどっちもオスなんだけど、ライバル関係みたいなんだ。アカシくんも飲み込んでるみたいよ。飲み込んだみたいだからもう一つあげるよ。魚たちが来たね。まだ慣れてないみたいで、なかなかこっちに来ないんだよ。
やっと飲み込めたよ。明石くんが近づいてきたよ。追いかけてくるよ。ほら、どけよ。いつも明石くんが追いかけて、たまちゃんが逃げるんだ。たまちゃん、かわいそう。けど、威嚇するだけで噛みついたりはしないんだ。この牛髪が欲しかっただけかな。寒いのに食欲あるね。そうだね。じゃあもう一つあげるよ。はい、どうぞ。たまちゃんと明石くんの様子でした。橋の修理と砂場の改造が終わりました。あっ、石に見えるよ。でしょ。今日も日干し石亀たちが出てきています。けんちゃんです。すいちゃんです。さっきまで日が照っていたから日光浴をしていたんだよ。明石です。このピレアの木陰にはクサガメのパスカルくんがいるよ。最近パスカルくんはここにいること多いね。気に入ったんじゃない。橋も修理が済んで復活しました。池の底に張った石も取れることなくぴったりとついています。作っている時は変な感じだったけど良い感じになったね。あれ、消えた。無事に済んで良かったです。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ブログやっています。遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。